with energy, intelligence and power. こちらに来ると鏡のような毎日静かな水面でですね、ウェイクボードに向いてるというような、上流はすごいこう荒れた水面でラフティングに適した2つの異なった水面があるというところは、三好市のすごい大きなポイントじゃないかなと思います。街自体もこういうイベントがあることによって活性化したので、とてもいいなと思いました。外国の方が増えたりとか、県外の方が多いということで、少しずつ何か変化があるのかなっていうふうなことは感じてます。言葉を超えるような楽しさだったりっていうのが伝わって体感してもらえるっていうのが、このアウトドアスポーツの魅力かなというふうに思ってます。スタッフがね、日本人だけじゃないですよ。ニュージーランドとかオーストラリアのスタッフも結構来て、海外の方が特にノープランで来られる方が非常に多いので、パッとこうできるような体験型がもっと増えてもいいのかなとは思っています。ラフティングが非常に盛んな場所だったので、まずオーストラリアからプロモーションをやり始めていって、その後着目したのは香港になってます。香港はそこ結構大阪とか東京みたい、山とか川とかすぐ隣の場所があるのところが好き。Miyoshi is the nature, the mountainsThe river and people also really nice, kind. Kyo というところはもちろんあるんですけど、どういうふうにこう自然と共存しているのか、生活感といいますか考え方ですとかっていうのが、一緒の体験をすることでこう伝わってくるみたいな、そういうものがあるみたいで、そこでしか体験できない、そこでしか得られることができない魅力を準備することによって、交通機関がないところでもお客様来てくれますよと。もうよだれが出るぐらいいいところなのにもったいないなという気があった部分があってですね、それを毎日見てるとですね、当たり前の川になってくる。ところが外から来た人はこの川は素晴らしいということで、外国の人から僕らは逆にこの町の魅力を教えてもらう、この町の見方が変わったかなというふうには感じています。地元の人と、それと外から人の目線というものをですね、足し算にするとですね、非常に地域の資源というものが磨かれていくということがあるので。